はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はうちのスタジオから1時間ぐらいの距離の今中さんと一緒にシンクルームを使ってレコーディングをしました。今日は環境もあってだいたい40ミリセコンドの遅延がありましたけれども、なんとかうまくいきました。まずはウクレレを今中さんが弾いてくれました。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じで、その上に歌を歌ってくれました。ダイアナです。君は僕より年上と周りの人は言うけれど、なんてたって構わない、僕は君に首だけ。はい、そして画面にデカデカとありますけれども、ベースを入れてみました。はい、そしてですね、そこにドラムを追加します。はい、そしてですね、その次にやったのはエレキギターですね。これ買ったばかりで今日使うのが初めてですけれども、スパークルというユージャムのエレキギターです。はい、そしてイントロとかをつけていきました。はい、これはハーモニカですね。ということで出来上がった音源を聞いていただきましょう。1番だけ今日はですね、長くやってもですね、皆さんに聞いていただくのに少し退屈な感じになりますので、1番だけをやってみました。完成作品です。君は僕より年上と周りの人は言うけれど、なんて言ったって構わない、僕は君に首だけ。死んでも君を離さない、地獄の底までついてゆく。 Oh baby, stay by me, Diana。こんな感じに仕上がりました。時間は約40分ぐらい、それぐらいでレコーディングはできました。それからちょっと昼を挟んで、出来上がったのは3時30分です。約半日でですね、こんな感じに作品が作れます。皆さんもこのヤマハのシンクルームというですね、リアルタイムでセッションができたりするソフトなんですけれども、これを使って僕の方では DAW、 いわゆる DTM でレコーディングをしています。これからはもうスタジオに来ていただく時代じゃなくって、こうやってリモートででもレコーディングができる、そんな感じのことを少し今日は今中さんと一緒にやってみました。コロナでもうちょっと一気に行くかなと思ってたんですけど、はい、意外とみんな配信止まりというか。あ、そうですね。ね、じゃあ今日はこれを仕上げてですね、はい、また夕方か夜に、ありがとうございます、発表させてもらいますので。いや、発表されると恥ずかしい。いや発表して栄養に今で持っていきますから、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。はい、そんなことで今日は今度本人の演奏聞いたら全然ちゃうやん言われます。
それもいいじゃないですか。いや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 、はい、ありがとうございます。あ、はい、まあそんなんでまた時間のある時に、はい、あのよかったら遊びに、はい、また島田さん、はい、と一緒にお邪魔させてもらいますわ。はい、はい、わかりました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。失礼します。はい。